それでは表彰式に先立ちまして勝利ジョッキーインタビューを行います。天狗と杉野プリンセス号第10回ブロッサムカップ勝利に行きました五十嵐冬樹氏です。おめでとうございます。ありがとうございます。圧勝でした。今どんなお気持ちでしょうか。そうですね、本当にしっかりした足取りで、強い勝ち方だったと思います。強い勝ち方ということで今日4連勝でしたけども、最近のレースぶりも今日とどうでしょうか。変化などはあったんでしょうか。そうですね、最初に乗せていただいた時とはもう全然別馬のような感じなので、一戦一戦競馬をしっかり覚えてきてくれての、はい、この走りだと思ってます。別の馬、まあ、競馬も経験してということですけど、特にその変化どんなところで感じますか。ですね、追われてからの反応でしたり、まあ、ここに来て折り合いもだいぶ普通につくようになってきたので、本当にあとはね、揉まれてどうかっていうところの部分がまだ最近は経験してないんですけども、まあ、全然対応してくれると思うんですよね、はい。今日のレース振り返っていますいかがでしょうか。そうですね、しっかり4コーナーでね、石川君がまあスッと来ましたけど、その時もねスッと反応してくれたので、まあ、いろんな競馬に対応できそうな感じの馬だなと感じてます。もう楽しみしかないようなそんな感じでしょうか。そうですね、この先また頑張ってくれると思います。ではファンの皆様にメッセージをお願いします。杉野プリンセス、4連勝で重賞勝つことができました、これからもこのまま頑張ってくれると思います。応援よろしくお願いいたします。五十嵐冬樹でした。